皆さんこんにちは。サンフランシスコに本社のあるゴールデンゲートグローバル 3G 社の斉藤愛です。シカゴとニューヨーク、サンパウロに支社がございます。本日はアメリカ永住権を取得する方法の一つ EB5 についてお話をいたします。 EB5 とはアメリカ移民局が提供するプログラムのことで、1990年に設立されました。アメリカ国内の事業に投資をすることで雇用を生み、経済に貢献することで、外国人投資家に対し永住権を付与するというものです。投資移民プログラム EB5 に申請しますと、21歳未満のお子様を含む家族全員に永住権が付与されます。学歴や職歴、英語力などは全く問われず、申請はほぼシンプルに、犯罪履歴がなく、投資金が準備できる方というもののみです。失業率の高い地域にお金を投資し、10人の雇用を生むことでプロジェクトを成功させ、永住権を手に入れるという仕組みです。EB5 の申請の流れを簡単にご説明いたします。まず投資移民を申請すると決めたら、投資金を準備し、その投資金が合法的に得られた資金であるということを証明する書類を準備します。次に、投資を行うプロジェクトを選択します。これは、アメリカ移民局の認可団体、リージョナルセンターが提供するプログラムを選びます。過去に実績があるリージョナルセンターを選んでいきます。リージョナルセンターを通さずに、ご自身で直接投資を行うことも可能ですが、全体で 2% と少なく、かなりの経験が必要になります。プロジェクトのタイプは、コンドミニアムやリゾート、ホテル、商業施設やインフラなど、不動産開発が主体です。また次に、永住権の申請を行ってくれる移民弁護士を探し始めます。これまでの経験実績のある移民弁護士は、リージョナルセンターが紹介することも可能です。このように、EB5 には2つの側面があります。1つ目の側面は、ファンド管理者やリージョナルセンターが行う投資という側面。もう一つは移民弁護士が担う移民申請という法的手続きの側面です。この二輪が同時にタイミングを合わせて進んでいくことが EB5 のプロセスには必要不可欠です。投資移民ビザ EB5 はグリーンカード、アメリカ永住権を取得するための確実な方法の一つです。抽選のように運任せでもなく、自ら投資を行うようなビジネス経験も不要です。本日の動画では、アメリカ永住権を取得するための方法の一つ、EB5 についてご紹介いたしました。動画を気に入っていただけましたら、チャンネル登録や高評価、感想のコメントなどをお願いいたします。3G 社では、投資移民 EB5 に関する個別相談会を随時開催しております。画面にございますウェブサイトやメールアドレス、お電話などでご連絡ください。ご視聴ありがとうございました。